今9月の中旬なんですけど、はい、一度札幌戻ってきまして。お帰りなさいませ。いやー、本当だから2週間ぶりですね、行って。そうですね、行って2週間ぶりに北海道戻ってきたんですけども、うん、どうですか。いやー、なんかね、やっぱり本当ね、先ほどのオープニングトークじゃないですけども、はい、暑くてやってられないんだわ。あー、そうですか。本当にね、うん、こう歩いてるだけでこう汗がじんわり出てくるっていうか、あ、そんなにね、基本的に汗っかきでもなかったと思うんですけども、はい、こんなに汗をかくのかっていうぐらい嫌だよね。だから北海道戻ってくるというふうに思ったので、はい、いや、これはもう秋風が吹いて涼しくなってるんだろうなと思ってね、本当に楽しみに帰ってきたんですよね。はい、そして新千歳空港、うん、降りた途端、変わらん変わらんぞと。なんだこれ、変わらんぞ、おいみたいなね。びっくりしましたね。そうですね。まだちょっと暑さ続いてますもんね。28度なんでしょ、今日。そうなんですよ。札幌。うん。変わらんって。この間31度とか行きましたからね、また。もう、うん、もう、がっかりですよ。残念。どこ行っても暑いんですね。10月に入ればかもしれないですけどね。そうですね。ちょっとね、ラジオネームみちおさんからメールいただいたんですけど、はい、ありがとうございます。まあ、進めっていうことではないんですけども、はい、僕がこの前自分でそのね、会社のホームページにブログあるんですけどもね、はい、今日も会長っていうところですよね、うん、そこに鈴さんがブログで100円均一の、凄さについて書かれていらっしゃいましたねと、はい、本当に今はこれいくらと言いたくなるようなのがいっぱいあります。そこでもう一つ、鈴さん、300円均一、1000円均一のお店があるのはご存知ですかと、100円ショップよりもワンランクツーランク上で便利グッズがいっぱいありますよというふうに、書かれておりますけどね。はい、なんか僕のことそんなになんか世間知らずみたいに思ってるんでしょうかね。え、知ってますよ、そのぐらいあるっていうの。あ、行ったことありますか。行ったこともありますよ。うーん、100円ショップすごいねってブログに書いたのは、はい、はい、本当にね、うん、ウィークリーマンションってあるじゃないですか。はい、ウィークリーマンションに住んでるんです、はい、東京の、うん、新宿の近く、はい、なんですけど、ウィークリーマンションってその家電製品やいろんな寝具とかね、ベッドいろんなもと揃っていて、あとは調理器具、鍋とかフライパンとか、はい、あとは食器もちゃんと揃ってるとか揃ってるんですよね。あ、そうですか。ええ、でも僕が今回その借りたところはそういう食器とかフライパンとか一切ないんですよ。はい、ほう、全くないの。じゃあ料理ができないですね。料理もできないし本当になんかね、ビール買ってきて飲もうかななんて言ったって、うん、グラスもないんだよ。ああ、なんじゃこれですよ。そうですね、びっくりしました。普通はあるんですけどね。それでなんか揃えようと思っても、はい、なんかね、いいもの揃えても1ヶ月しか使わないしと思ったものですから、うん、そうですね。まあこれはもう揃えられるだけ100円ショップでも揃えてしまおうと思って行ったら、うん、はい、ないと思っていたフライパンまで売ってると。まあありますよ、うん、ありますよそれに気づかれたことが私はちょっとびっくりしちゃったんですよ。なんでですか。いや、あるじゃんって思っちゃった。あんまりだって100円ショップは行くけど札幌でも、はいはい、そうですよね、たくさんありますよね。食器のコーナーとか行かんもん俺。ああ、そっか、そっちのコーナーには行かなかったか、気づかなかったですね。いや、気がつかない、そんな、うん、全部見るわけじゃないでしょ、やっぱり。まあまあまあ、100円ショップ何で行くかな、やっぱり文房具とかそういう感じのところ行きますよね。ああ、じゃあそこに行って、はい、まあ、他のところ見ないで帰ってくるんですか。他のところ見ないですね。ああ、なるほど。食器とか行かないっしょ。いや、でも一応見ますよ、全部。ああ、こんなのも売ってるんだ。いや、ちゅうか、見ないって俺が言ってんだから見ないんだよ。そうですね、お忙しいから。見えない人もいるんだよ。そうですよね。男の人なんかそうだと思うよ。あ、そうですか。そう、あんまり食器のコーナー詳しいとかさ。どうでしょう、皆さん。自分のやっぱりこうね、そういう目的のところ以外とか、行かない。何それは。何、本屋さんとか行くでしょ。行きますね。大体全部見る、そういうの。ああ、なんか浮遊してフラフラ見たりすることはあります。女の人ってそういう傾向にあるのかな。どうなんでしょう。男の人はその目的のところしか行かないもん、はい、本屋さん行ってもこの本を買おうと思ったらそこのコーナーしか行かないで。あ、そうですか。そのまま帰ってくるから。うーん、だから100円ショップにもそれが言えるんじゃないかと今思ったんです。なるほど、うん、なんかもったいない気がして全部見ちゃいます。なんかせっかく本屋さんに例えば行ったんだから、うん、全部見て、あ、こういう本もあるんだとか、これが話題になってるんだっていうのをふーんって見ながら
目的のところに行きます。なるほどね。ふーんって抑えられる人がいいですよ。はい、うん、だからいい、それはいいですよ。ふーんで抑える、ふーんで抑えられない人もいるんですよ、世の中。あー、買っちゃう。はいはいはい買っちゃう。ボンバーみたいにそんなにですか。はい、うーん、見ちゃったら。そうですか。うん、7冊8冊だって。そんな、一つのことを調べたいと思って行って、はい、1冊で足りるのに3冊ぐらい買うんだって違うのには違う風に乗ってんじゃないかと思って、やっぱいろんな、なるほど、こう照らし合わせてみたいなところで。うん、そんなに行ったらもう大量に買って帰ってきちゃう。だから女性の方はフラッと、はい、あの洋服屋さん入るじゃないですか。入りますね。男性はフラッとやっぱ本屋行きますもんね。うーん、ま、なんかちょっとあの待ち合わせまで、あ、ちょっと30分時間空いたな、1時間あるなと思ったら本屋さん行きますよね。はい、ああ、そうですか。多いと思うんですよ。うーん、女性はこう洋服屋さん行くじゃないですか。いや、見たいですもん。うん、そ、だからそこの辺のところだと思うんですけどね。